京都丹波エリア、亀岡市、南丹市、京丹波町からなる自然豊かなもう一つの京都。ここには30キロのショートコースから140キロの京都丹波一周ロングライドまで、多種多様な5つのサイクリングコースが作られています。自然を感じたいビギナーをはじめ、目の超えたベテランサイクリストたちも大いに満足できる貴重な体験が待っています。緑豊かな自然と住みやすさが調和した町、亀岡。丹波の国一宮、出雲大神宮で1300年にわたる歴史を感じたら、京都サンガ FC のホームであるサンガスタジアムでは VR フィットネスやスポーツクライミングを体験できます。霧のテラスから望む雄大な景色は圧巻。また本格釜焼きピッツァやワンプレートランチ、素材にこだわったスイーツも堪能できます。続いて森、里、町、人がきらめくふるさと南丹市。かやぶき屋根の家々が連なる美しき里、郷愁をそそる懐かしい風景に出会います。また手作りソーセージや美山の恵みが詰まった特産品の数々に、本格スパイスカレーやオーガニックな料理を楽しめる自然派カフェもたくさん。さらには温泉に癒されグランピングも楽しめるリゾート施設で、素敵な思い出を作ってみてはいかがでしょうか。そして京都丹波エリアで最も北に位置する緑あふれる恵みの里、京丹波町。さまざまな山野草や自然を体感できる公園、廃校を活用した子どもから大人まで楽しめる魅惑の空間、地元野菜を用いた絶品ランチや、受賞に輝いた手作りの和菓子のほか、京都府内で最初のワイナリーを訪れ、こだわりの丹波ワインを味わってみてはいかがでしょうか。もう一つの京都、森の京都を楽しめる京都丹波へ、あなたもぜひ。